中京 TV スポーツ。藤森さんがやってきたのは岐阜県内のゴルフ場。大注目のヒロイン候補がシーズン開幕に向け練習していました。緊張してきた。もうそろそろ行っちゃいますか。もう我慢できないですね。神谷選手、おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。久しぶりです。すいません、突然押しかけちゃいまして。お久しぶりですというか、一回お会いしたんでしたっけね、はい、中京の すれ違いましたね。すれ違いですか、はい、なんかごめんなさい、僕勝手にもう何度もお会いしてると思ってたんですけど、はい、今日2回目ですか。ちゃんと会ったのは、はい、あとは電話越しに電話でね、はい、あ、なんかやっと会えた気がします去年ルーキーながらいきなり4月に初優勝を挙げた神谷そら選手。その日の夕方には生電話で喜びを語ってくれました。ご自身にご褒美するとしたら何か考えてます？明日映画見に行きます富士山系の後、コナン、コナン、はい、見に行くっておっしゃってましたあれは無事行けたんですか？はい、行けました。よかったらコナンの感想もちょっと見たことがないのでいやもう、はい、もうすごい感動して、はい、灰原愛ちゃんがメインだったんですけど、はいはいはい、もう、はい、もう泣いちゃいましたコナン見たことないんですか？ ないです、あります？私コナン大好きで、私もソラちゃんと仲良くできると思って去年260ヤードですか、はい、ドライビングディスタンスで1位ということでしたけども、はい、だから今年はもう300そうですね。でもまあ去年のディスタンスは超えたいかなっていうふうに思ってます。なるほど、はい、さらに進化を。もう早速ドライバーショット見せてください去年ドライバーの平均飛距離は堂々の1位、しかも歴代最長の記録でした。一体なぜそんなに飛ばせるんでしょうか？まっすぐ。ナイスショーありがとうございます。完璧、今のは。はい、やっぱ音がすごいよね。ナイスショーありがとうございます。超えましたね。超えて木にカーン当たってますよ。ネット超えて。初めてこう生で間近で見ましたけど、あと球のこの初速と聞いたことない音、シュンっていう、すごいですね。間近で見たアマチュアゴルファーも、いやこれ見たいよみんな。ティーショットやっぱもう気持ちいいもん。あ、魅力ですよね、はい、みんな見てるおじさんたちが優勝さらにプロの大先輩もショット力というか体の使い方とか含めたら、まあ世界は絶対いけると思います。世界でナンバーワン取れるぐらいのポテンシャルはあると思います。さすがだね。うわ、え、すごいとこ当たってるなんで飛ぶんですかっていう質問を何かの大会の後にされて、はい、その質問一番困るんですって言ってましたけど、はい、自分でもあんまりもうそこは
よく分かってない。そうですね、あの、うん、小さい頃から割と同学年の中では飛んでいた方なので、はい、何か特別なことをしたわけでもなくっていう感じですね。ドライバーのスイングで一番気をつけてることって何ですか？はもう恐れず振り切ることですね、うん、あ、何も考えないようにしてます、はい、結構こう見てるとやっぱテイクバックもかなり大きめの方じゃないですか、はい、だけど上半身はなんかゆっくり回すイメージみたいなことをおっしゃってたんですけど、はい、あれどういうことなんですかね、まあ、アマチュアゴルファーですると何を言ってるんだろう。いや飛ばすなら早く振るんじゃないのっていう捻転差ですかね、下半身と上半身の、あの遠心力がかかるので、はい、それでそのままその遠心力の力をボールに伝えるために上半身はかなり遅らせて、遅らせてっていう下半身よりもかなり遅らせて回すっていう、はい、そういう意味なんですね。飛距離の秘訣はスイング中の上半身と下半身の捻転差。この捻転差によって強い遠心力が生まれるといいます。さらに原さんから見た注目ポイントは？すごい滑らかなスイングで、ね、そうですね、はい、何がすごいんだ神谷プロはっていう。そうですね、はいはい、今言ったみたいに、はい、本当に滑らかなんですよ。滑らか、本当に素振りの中にボールがあるっていう感じでスイングをする、うん、スイングができる子で、はい、で本人捻転差って言ってたと思うんですけど、うん、いいですか、あの普通捻転差をこうやって入れようとするとですね、大半の選手がやっぱ力でいくのでギュッて絞り始めるんですね、うん、そうすると最初にこの構えたこの角度からこれがずれるとこれがブレーキになるんですよ、はあ、で、はい、うん、ギュッてやるとブレーキになるのでスピードが落ちるんです、ね、はい、でもあの神谷プロはこれをずっとキープしたまま捻転差を作れるんですよ、はい、なので何もブレーキをかけない、何もしない、すごい滑らかなスイングでスピードを上げられる、はい、それがもう本当に飛距離の秘訣だと思いますね。